直子さん、今日もよろしくお願いします。今日はね、皆さんね、僕ね、京都に来てるんですよ、うん、京都に。で、京都に来て、京都駅の近くで今こうやって江島直子さんにわざわざ来ていただいて、このホロスチャンネルで、はい、ちょっと最近のね、特にこの年が2024年に変わってから、龍神さんにガンガン呼び出されるようになってしまって、はい、これはいよいよ例のアーニャと呼んでるあの方に龍神さんが降りるから、はい、その関連だろうなと、そうですか、まあ、思ってとりあえずまずはね、はい、直子さんに、龍使いの直子さんにご報告というかね、聞いていただきたかったんですよ。はい、よろしくお願いします。それで今日よろしくお願いします。めちゃめちゃ楽しみです、はい、で実はね、はい、私こうやってまともになんとか喋ってるんですが、1月末まで、うん、いや正確には2月5日の朝までこうやって話すこともできなかったんです。どうされたんですか？あのね、去年の暮れから、はい、もうね、咳がどんどん出て、うん、鼻水が出て、痰が出て、うん、最初久しぶりの風邪かなと、うんうん、あの不思議なことにね、僕ずっとね体弱くて、うん、冬になると3回ぐらいは風邪こじらせて、うん、もう咳込んで痰が出て、でも大体2、3週間で治るんですよ、うんうん、ところがいわゆるあの新型コロナウイルス騒動になって4年間、はい、うん、全く風邪もひかなかった、すごい、うん、なんか俺だけなんでこんなに平気なんだと、うん、もちろんコロナにもかかんないし、はい、他の病気にもかかんないし、うん、でやっとコロナ騒動が終わって、この冬4年ぶりになんかちょっと調子悪いぞって言って、うん、そしたらその昔の風邪の症状が出始めて、もう咳込む、はい、鼻水、痰、もうひどいひどいんです。夜なんかね2時間おきに咳で目が覚めて、辛い辛いんですよ、うん、でそれが日に日にひどくなっていって日に日に、年末年始、年末年始です。で年末にね、それでも何人かどうしても飲みに行こうというお誘いがあって、うん、でそこの場所に1回か2回お目にかかったことがある男性の霊能力者の方がいらっしゃって、うん、で飲んでるとね、わざわざ彼が、うん、あなたこの左肩のところにすごい女性の生き量がついてるから、うん、どっかでちゃんと払ってもらった方が、はい、いいよ、うん、このままじゃどんどんひどくなるよって言われたんですよ、うん、でもね、僕ねちょうどお酒も飲んでたし、うん、いや僕ね、あのいろんな霊能力者の人から言われてて、うん、いや僕の体霊がつきやすいんですよと、うん、でもいっぱいついても僕は平気らしいですから、うん、気にしてないんですって言って、うん、だから全く無視したり、うん、ほぼ忘れてたんです、はい、で正月明けて、うん、もうどんどん悪くなって、うん、いかな僕もこれちょっと病院行った方がいいなと思って、うん、まずは近所の耳鼻咽喉科に行って、はいはい、寺子を見てもらって、あ、まあ、あの軽い炎症が鼻の奥にあるんでしょうとか言って、うん、薬もらって、うん、これで治るかなと思ったら全然治らない。で次にご近所の内科に行って、はい、全然問題なし、うん、で問題なし、はい、さらにそれでも治らない、はい、うん、別の内科に行ってレントゲンも取り、うん、綺麗なもんですと。でじゃあどうしてそうです、ね、こんな症状が出るんでしょうかと言ったら、うん、さあ、うん、ただ、はい、昔の僕のそういう慢性的な病気の時の記憶を脳が持ってて、うん、それが出てる、いや時としてあるんですって。脳の記憶が咳込ませたりなんなりする、うん、そこでその脳の記憶、小脳に溜まってるそういう咳込む記憶を消すために、うん、薬用大麻、大麻を薬として使う、はい、薬用大麻成分が入ってる薬を処方しますとか言われて、はい、これ効きそうだなと、なんかあの古くて新しい、はい、古くて新しい、はい、まあ、脳を騙すわけですよね、うんうんうん、でそれもらって飲んだ
けれどもそれも聞かない。あ、聞かなかった。聞かないんですよ、うん、これはもうっていう時に、うん、ふっと思い出したんですよ、はい、そういや年末にここに女性の生き霊がついてると、はい、もうそれしかない、それしかもう消去法で、そうですね、それしかなくなったので、はい、いやどう言っても一体誰に頼めばと思ってたです、うん、でこの前の2月3日にこのホロスチャンネル主催しているホロスさんの講演会があって、うんうん、でそこで僕は午後喋んなきゃいけなかったんだけど、うん、もう講演してても咳が出るんです、うん、でもう仕方ないからもうどうしてもそれ僕やらなきゃいけない講演だったので、うんうん、お客さんも来てるのでもう咳込みながら今日は喋ろうと思っていたんですね、はい、でその日の朝2月3日の朝目が覚めた咳で、はい、朝6時に目が覚めた瞬間にその龍神さんがついてる宮司さん、はい、年配の人なんだけど、その声で早こんとやばいぞとかいうお告げみたいなのが置き様出てきて、はいはい、ああそうだ、はい、石巻の龍神さんとこに行きゃよかったんだと、うん、その時に思って、で行くことに決意したんです。結論の朝です。うん、2月3日の朝、はい、決意して、はい、でも3日は忙しくて午後公演がある、うんうん、4日はね東京で僕道場やってるから日曜日、うんうん、それでも使えない。でかろうじて5日、2月5日月曜日、1日空いてたんですよ、うん、その日にじゃあ行こうと決意して講演会に臨んで、ゲホゲホしながら講演会に来てるお客さんみんなにね、今度石巻の龍神さんのとこにこの除霊を頼みに行って、おそらくこれ治るから皆さんが生き証人だからね、ちゃんと報告しますって言ってたんですよ。まあちょうどその報告がこの番組になるんですが、まずその石巻の龍神さんって方を説明させてください。もうね10年ぐらい前の話です、うん、当時僕はまだ東京に住んでなくて、うん、岡山に住んでて、はい、まあ、昔から僕 UFO とか宇宙人大好きで、うん、はい、で航空自衛隊で戦闘機のパイロットなさってた方で、はい、でそのどんどん位が上がって最後はもう空将っていうんで将軍になった方、うんうんうん、で佐藤守さんって方がいて、はい、もう僕ら仲間のうちでは佐藤空将って呼んでるんですが、その佐藤空将と僕が、はい、講演をすることになったんです、うん、UFO 宇宙人関連の。でその佐藤守さんって方は、はい、なんと航空自衛隊のパイロットが見た UFO って本を出した方で、あ、そうなんですね。しかも現役の時に、現役の時に、現役の時、現役の空将で、はい、松島基地とか那覇の嘉手納基地の司令官だった頃にそういう本出しちゃった、よく止められませんね。いや、もう無断で出したんです。あ、すごい。そしたらやっぱりその頃の防衛庁怒っていや、そうですよね、はい、きっと自衛隊のその評判をこれで覆すとか言うんだけど、うん、実はみんな喜んで、そうですね、はい、一般市民は嬉しい、はいはい、で、うん、そんなことがあったもんで防衛庁が空将が退官するときは三菱重工とかそういう立派なところに役員待遇で行けるはずなんですよ、第二就職で。ところがね、怒って防衛庁が斡旋しなかったの。そしたら意地悪、そしたらね、でも生活お困りになるでしょ。そこで